がっちゃった。海軍も来てるみたい。状況は最悪ね。だけど止めるわ。船でちゃんと学んだのよ、諦めの悪さなら。俺たちは反乱を煽っているバロックワークスを止める。ビビちゃんはどうにかして反乱を止めるんだ。ありがとう、みんな。分かってると思うが、この戦場には例の変身野郎がいる。いつ仲間になりすましてビビの命を狙ってくるかもしれねえ。少しでも怪しいと思ったら仲間の印を確認するんだ。いいな。分かったわ、あの時のあれね。一味がアラバスタに上陸する直前のこと、ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きた。ヘッタリが釣れた。彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露。ルフィたちは大いに盛り上がり、その正体を知らぬまま友情を育んだ。友情ってやつは付き合った時間とは関係なしん。だが別れ際、彼がバロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する。一味はマネマネの実の力にどう対抗するか方策を練った。印なら罰がいいな。あビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。左腕に罰印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。少しでも仲間が怪しいと感じたら包帯を取ってその印を見せる。そう決めたルフィたちは円陣を組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた。バロックワークスに先導されて戦いがどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずはバロックワークスを倒しましょう。お姫様たちが来たみたい。諦めの悪い奴らだ。あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ。数が多いな。あいつは苦労しそうだ。助かったぜ。今はパクリ女に構ってる場合じゃねえってのに。
このままじゃ、今度は逃げられる。刀流奥義決断。こんな状況じゃなければ喜んで虜になるのに。サム刀流ソンソンヒョウ。ルフィさんたちが戦いを止めようとしているよ。お願いだから協力して。この戦いの元凶はバロックワークスと社長のクロコダイルなのよ。だとしたら今は全体目標をバロックワークスに変更して。サムトルソッソン。社長命令、始末させてもらう。みんな死になさい。もうここに用意ないはず。ミスターゼロ、行きましょう。そうだな。クソどもを見下すのも飽きてきたところだ。焼き返そうな奴が来たじゃねえか。俺が相手する。仕方ねえ。もう片方は俺が引き受けた。敵はまだまだいる。早く片付けるぞ。来なさい、ディア。誰、俺の名はサンジ、海の一流国。この国に手を出すな。タチキュー、ドラー、キリソー、ドラー、ジェリー、ドラー。切れたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちよ。殺しなさい。どうせアチシは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証、アチシ、アチシ泣かない。じゃあな。あ、とどめは刺すのかよ。サン、トン、ソン、ソン。ずいぶんおかしな体を持ってるじゃん。俺はスパスパの身を食った全身刃物人間。打撃斬撃は効かん。なるほど。よすらかに死ね。刀に意志が伝わる。
あとは俺に本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ。刀一本、俺の技を受け切れるとは思えねえが。いいんだ、もう受けねえ。覚悟ありか、上等。一刀に居合い、シシソンソン。アトミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。俺がお前に勝ったとき、俺は鉄でも切れる男になってみる。ソンソン、ニコリタケ。しかも抵抗しても無駄だ。どうせこの広場を4時半に吹き飛んじまう。お前らみてえのもまとめて吹き飛ばすために、ある場所からここを砲撃する予定なんだよ。あの男ならやってもおかしくない。砲撃手を探して砲撃を止めなきゃ。さあ、どう？砲撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。悪いけど、サーの命令よ。念には念を。おい、怪しい奴がいたぞ。こっちだ。ドン、シス、ソンソン、ヒョウ、キッザブ。邪魔しない。殺しかねないわ。あの男、もしかして砲撃手じゃない？こいつ、まさか砲撃手か？三刀流奥義、三世界！思ったよりやるよ。今引いてあげる。サンドリーソンソンスニコリタイヤ。攻撃されたらあなたたちも死ぬのよ。場所を教えて。階段を登らなきゃならねえ高いところだ。ソンソン、この野郎。あそこ以外考えられない。何度も見ていたはずなのに盲点だった。砲撃手は間違いなくあの時計台の中にいるわ。こいつがポーネグリフか、ニコ・ロビン。奇妙というか、なんというか。解読はできたのか。ええ。アラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器、それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築く。
そのために内乱を扇動し、国の乗っ取りを狙った。さあ読んでみせろ。世界最悪の軍事力、古代兵器プルトンはどこにある？記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。フォーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る、そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。この国のポネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。あなたがそういう行動に出るなら私にも考えがある。ワニはどこだ？ぶっ飛ばしてやるぞあいつ。あの奥、ワニっぽいな。水をかぶれ、ナイフも刺さるでしょう。避けた、どこへ。すべてを許そう、ニコロビ。なぜなら俺は花から誰一人信用しちゃいねえからさ。なぜ生きてるんだ。何度も何度もなぜてめえは俺に立ち向かってくる。まだ返してもらってねえか。お前が奪った国を。メジャー女子アルマコ。おかしなことを言うやつだ。君はこれからもらう。俺たちがここに来た時にはもうとっくになかったぞ。あいつの国なんて。ここが本当にあいつの国ならもっと笑ってられるはずだ。そこまでだ。デザートジラソーレ。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。リビオン、人には死ぬなって言うくせに自分は一番に命を捨てて人を助けようとする。だからその厄介者を見捨てちまえばいいと俺は。死なせたくねえから仲間だろうが。どうあっても俺をぶちのめしたいらしい。俺もお前を目障りな敵と認めよう。グランドセット、グランドデス。建物が崩れてきた。早くあいつ倒さねえとヤバそうだな。壊れた柱から水が出たぞ。もしかしたら他の柱も。伏せろ、やれろ、伏せろ。はっ、シェット、よっ、ロケット、ブッ、パンプ、はっ、ガイドリング、ロケット、やれろ、よっ、レッド、はっ、ウーゼン、ロボモノ、エイロ、よっ、レッド、ロケット、グランドセット、レッド、ロケット、グランドセット、ロケット、よっ、レッド、ロケット、よっ、ロケット。
ロゾロ。これでお前をぶっ飛ばせる。これはてめえのような駆け出しの海賊が勝てる相手じゃねえ。諦めろ。ビビが国を諦めねえ限り俺も戦うことをやめねえ。たとえてめえが死んでった。死んだ時はそれはそれだ。お前がどこの誰だろうと、俺はお前を超えていく。ゴムゴムのデザートストーム、ラスパーナ。死闘の末、ルフィはクロコダイルを撃破し、バロックワークスは壊滅。アラバスタの反乱は麦わらの一味とビビの活躍により終結した。束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに船は無事だと連絡が入る。その相手は敵として戦ったミスター2、ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。一方ビビは一味と共に後悔を続けるか、それとも国に残り王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビはクロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そして愛してるから、だからいけません。
しなら罰がいい。なんで？海賊だろ。でもあれ本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ。本題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲間。バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠づけたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。出航。